今日まで試験ですよね。遅刻しますよ。ああ、助かったよ、楓。起こしてくれてありがとう。これは何ですか？楓に着せようと思ったのかな。着ません。こういうセクシー路線の服は楓にはまだ早いです。お、トイレなら帰るのよ。待って、これあげる。なんだありゃ。し、ケーキを焼いてみましょう。大体のお菓子は少しの分量差が味の決め手となる。